シェーン内エクスプレスアイと勇気のヒーロー参上は2013年に公開されたインドのアクションコメディ映画。ローヒトシェッティが監督を務め、シャール・クカーン、ディー・ピカ・パード・コーン、ニキ・ティン・ディール、サティア・ラージが主要キャストとして出演している。各国で英語、フランス語、スペイン語、アラビア語、ドイツ語、ヘブライ語、オランダ語、トルコ語、 マレー語字幕版が公開されている。主要撮影は、メイブーブスタジオ、ウダカマンダラムを中心に行われ、2013年8月8日に海外市場で、翌9日にインドで公開された。工業収入42億3000万ルピーを記録するヒット作となり、きっとうまくいくの記録を塗り替え、2013年当時のボリウッド映画歴代工業成績第一位となった。 ムンバイで暮らすラーフルは、幼少期に両親を事故で失い、祖父母の下で成長した。祖父の100歳の誕生日を控えた日、ラーフルは、友人のサリムとボビーに誘われ、ゴア州に旅行に行くことにしたが、誕生日の前日に祖父が休止する。祖父の死後、ラーフルの祖母は、自分の死後、異界をガンジス川とラーメンシュワラムに巻いてほしいという、遺言を伝え、 ラーメイシュアラムに向かうように告げる。ラーフルは、ゴア州の川から異界を巻こうと考え、祖母を安心させるためチェンナイエクスプレスに乗り込み、途中のカリアーンジャンクション駅で、友人たちと合流しようとする。しかし、異界を列車内に置き忘れたことに気づいた、ラーフルは列車に戻り、その際に列車に乗り込もうとしていた男女を、手助けしている間に列車を降りられなくなってしまう。 乗車を手助けしたミーナは、タミル・ナード州コンバン村の実力者ドルゲーシュ・ハラの娘であり、父の勢力拡大のためとなり村のタンガ・バッリとの戦略結婚を強要されていた。列車を降りたミーナは迎えに来たドルゲーシュ・ハラに対し、ラーフルと結婚するつもりだと嘘を伝え、ドルゲーシュ・ハラは今後のことを決めるためラーフルを村に連れて行く。そこでタンガ・バッリと決闘することになった。 ラーフルは、血統の夜に逃げ出して、サムシェール警部にかくまってもらうが、隠れ場所が、密漁船だったため船はそのまま、スリランカに向かい、密漁者の一味と間違われて、海洋警察に拘束される。ラーフルは、身元確認のため今晩村に戻され、ドルゲーシュハラやタンガバギの前に差し出される。ミーナを人質にした、ラーフルは車に乗り込み、再び村を脱出する。 途中で車が故障して二人は喧嘩別れするが、最終的に身体に困った、ラーフルはミーナを頼り、二人は近隣のビダンバ村に向かい、駆け落ちした夫婦を装い村人たちの庇護を受け、村での日々を通してミーナは、ラーフルに思いを寄せるようになる。タンガバリたちに見つかった二人は村人たちの助けを借りて脱出に成功し、ラーフルはミーナと別れて、 ラーメンシュワラムに向かおうとするが、ミーナはラーフルと同行することを選び、二人でラーメンシュワラムに向かう。異界の散布を終えたラーフルはミーナを連れて、コンバン村に戻り、ドルゲシュハラと対峙する。彼はドルゲシュハラやタンガバッリにミーナを自由の身にするように説得し、その中で彼女に愛を告白する。決闘の末にタンガバッリを倒したラーフルは、 ドルゲイシュハラやタンガバッリーに勇気を認められ、ミーナは父の支配から解放され自由の身となり、ラーフルとの結婚を認められる。ディーピカーパードコーンシャールクカーンにキティンディール、先アラージプロモーション活動中のシャールクカーン当初、ローヒトシェッティは1982年にウルザールが制作したアングアのリメイクを制作するために、シャールクカーンの起用を計画していた。 ロ費ヒトは2011年にシンガムが公開された後に新作映画チェーンナイエクスプレスアイと勇気のヒーロー参上の脚本執筆を開始したが、脚本は未完成のまま執筆が中断した。新作映画の脚本はシャールクのスケジュール確保が困難だったため、決定校ではなく予備脚本として扱われた。しかし、脚本を読んだ。 シャールコが内容を機に入り出演契約を結んだため、進められていたアングアのリメイク企画は延期された。ローヒとは、新作映画の内容について、ロマンティックな側面を持つハードコアな商業映画です。そして、物語は、主人公の男がムンバイからラーメンシュワラムーに向かう、旅の中で起きる騒動を描いていますと語っている。上映時間のうち68分間の映像には、 リライアンスメディアワークスが手掛けた CGI が使用されている。シャールクは新作映画の出演交渉を受けた最初の俳優であり、同時に最初に起用された俳優だった。ローヒトによると、シャールクは新作映画のタイトルに反して、南インドの人間は演じないだろうと語っている。ヒロイン役については、カリーナ・カプール、アシント・トゥンカル、ディー・ピカ・パード・コーンが、 候補として報じられた。シェッティは報道を否定し、2012年4月にキャストの起用は終了するとし、ヒロイン役はキャリアが確立されている女優が演じることになると語っている。同年10月にディーピカー・パードコーンがヒロイン役に起用され、シャールクとの共演シーンが公表された。二人が共演するのはディーピカーのデビュー作、恋するリンネオームシャンティオーム以来に度目となる。 また、シャールクの意向により、スタッフロールでは、ディー・ピカーの名前が、シャールクよりも先にクレジットされた。ディー・ピカーの父親役には、タミル語映画で活動するサティアラージが起用され、彼にとってのヒンディー語映画デビュー作となった。2013年1月にプリー・アマニが、アイテムナンバーに起用され、助演俳優には、デリー・ガネーシュや、モハンナマンなどのタミル俳優が起用された。当初、 新作映画のタイトルは、レディーステディーポーだったが、南インドとの関わりを強調するため、チャナイエクスプレスに変更され、レディーステディーポーは、映画のキャッチフレーズとして使用された。主要ロケ地となった、ムンナールヒル駅2012年10月5日から、ムンバイの名ブーブスタジオで撮影が開始された。追加撮影は、最小限のスタッフで、チャトラパティシバージーターミナス駅で行われた。 同月中旬に、シャールクのスクリーンショットが非公式公開され、11月からは、ゴア州での撮影が開始された。同地のバスコダガマ駅では、カリアンジャンクション駅のシーンが撮影され、同時にダッドサガルダキのロマンスシーンも撮影された。カリアンジャンクション駅で、シャールクがディーピカーの乗車を手助けするシーンは、シャールク主演作、シャールクカーンの DDLJ ラブギット大作戦の、 オマージュとなっている。12月には、ジャカルタで撮影が行われている。2013年1月からは、ウダカマンダラムで撮影が行われる予定だったが、ムンバイから距離が離れすぎているというシャールクの判断で、美術監督、ナレンドラル・ハリカルによって、ワイノパンチガニ近郊にウダカマンダラムの撮影セットが作られ、建設に40日以上の日数と1500万。 ルピーの費用が投じられた。同地での撮影は1ヶ月間行われた。4月からは、ケーララ州ムンナールで10日間のスケジュールで、デビクラム、ミイサプリマラ、ワガバラ、カニマラで撮影が行われた。しかし、大雨のため撮影が中断され、同月末までスケジュールがずれ込んだ。同地では、制作記者会見も開かれている。5月から、北コア県で撮影が行われ、 同月25日にディーピカーの撮影が終了した。同地での撮影終了後、シャールクは残りのシーンを撮影するため、ハイデラワードに移動した。いくつかのシーンでは、タミル語での会話シーンが登場するが、文脈を維持するため字幕表記はされなかった。レッドチリーズエンターテインメントの下で、ゴーリー、カーン、カリム・モラニ、ロニー・スクリュー・ワーラー。 シッタールとロイカプールがプロデューサーとして参加し、UTV モーションピクチャーズが国際配給を担当している。映画音楽の作曲はアマルモヒレ、歌曲の作曲はビシャールシェーカル、作詞はアミターブバッタチャールヤとヨーヨーハニーシンが手掛けている。2012年10月下旬にレコーディングが行われ、11月にレディーステディーポーのレコーディングが行われた。複数のメディアは、 ローヒトとシャールクが映画音楽に不満を抱き別の曲を考えていると報じられた。しかし作曲家たちは報道を否定している。2013年4月上旬に SP バーラスブラマニアムがナ内エクスプレスのレコーディングのため15年ぶりにヒンディー語映画に参加した。彼の起用はビシャールシェーカルのアイデアであり映画の内容を気に入ったバーラスブラマニアムは 参加を承諾した。1 2 3 4ゲットオンザダンスフロアはフェットド o ラミュージックに合わせてリリースされた。6月27日に、キトリー、7月11日に、カシミールメンツカン管あくまりのプロモーション映像が公開された。同月19日には、T シリーズの公式 YouTube チャンネルで、ルンギーダンスが公開された。曲名は、 カミル俳優ラジニカーントに敬意を表して名付けられている。同月25日にテララスタメーンチャデューン NA のプロモーション映像が公開された。アルバムは7月1日に発売されている。上映イベントに出席したシャールクカーントニキティンディール2013年1月1日に映画ポスターが公開され、5月23日には バーラスブラマニアムが歌う31秒間のトラック、ティーザーが公開された。6月13日にムンバイで開催されたイベントで予告編が公開され、2日後には YouTube の再生回数が400万回を超えた。また映画で使用されたシャールクとディーピカーの衣装はオークション販売され、売り上げは全額事前団体に寄付された。オークションは 公開日に合わせて実施された。8月2日に、スウェーデン企業シンボックスが開発したカラオケアプリが、アンドロイド iOS スマートフォン向けに、リリースされた。シャールクは、映画の宣伝のために、コメディナイツウィーズ・キャプル、トレク・メイタ・カウール・タ・シャシュマ、マデューバラ、イーク・イシック・イーク・ジュノーン、ダンス・インディア・ダンス、ジャホロック・ディーク・ラ・ジャー、インディアン・アイドル・ジュニアなどのテレビ番組に出演した。 また、2013年のインドでは、チャナイエクスプレスがグーグルで最も検索された話題に選ばれた。衛星放送の権利は G ネットワークが4億8000万ルピーで購入し、10月20日にテレビ放送された。2013年8月8日からインドに先行して、海外市場での上映が始まり、インドではマルチプレックスで先行上映が行われた。 チェーン内エクスプレスアイと勇気のヒーロー参上は従来とは異なる海外市場での上映を視野に入れており、ペルーではインドと同日公開された最初のヒンディー語映画になった。この他にモロッコ、ドイツ、スイス、オーストリア、フランス、イスラエルで上映された。チケット価格は平均よりも高く、平日は通常価格の40%増。 週末は20%増となっている。ただし、この料金設定は、すべてのマルチプレックスで適用されたわけではない。インドでは2550巻3550スクリーン、海外700スクリーンで上映され、当時最も広範囲で上映されたヒンディー語映画となった。チェーン内エクスプレスアイと勇気のヒーロー参上は、ワンスアポ p アタイムインムンバイにとともに、 パキスタンでの配給が中止された。これは配給業者が、ロリウッドの、ワー、メイン風ンシャヒットアフレディ、イシュッククだ、女手の上映を優先したためである。そのため、両作の公開日が、それぞれ8月15日、16日に延期された。また、ワイでの撮影中にサドームダムの水を使いすぎたため、干ばつに見舞われた、サーターラー県からの反発を招き、 マハーラ・アシュトラ州政府大臣、パタングラ・オカダムも懸念を表明した。ツイッターと YouTube で映画ポスターと予告編が公開された後、一部のタミルメディアからタミル人のステレオタイプの描写やタミル語のセリフについて批判を浴びた。また、ディー・ピカーのタミル語セリフのアクセントがタミル人のものではなかったという批判も起きた。彼女は批判に対し、 撮影に参加したスタッフの多くは南インドの出身であり映画に南インドを風刺する意図はないと反論している。2013年7月31日にマハラシュトラナブニルマンセーナーがチェーン内エクスプレスアイと勇気のヒーロー参上の上映を妨害する胸の声明を発表した。これはミニシアターで同作を上映するために配給会社がマラーティー5映画 ズニアダリの上映中止を求めたという報道に対する報復だった。8月1日に、マハラシトラ・ナブニルマン・セーナー投手ラージ・タークレイは、ローヒト・シェッティとズニアダリ監督、サンジャイ・ジャーダブと面会して、解決策を模索するように求めた。話し合いの結果、ズニアダリのミニシアターでの上映が阻害されない限り、マハラシトラ・ナブニルマン・セーナーは、 マハーラーシュトラ州内でのチェーン内エクスプレスアイと勇気のヒーロー三条の上映に反対しないことを決定した。同作は最終的に10個と後の吹き替え版が制作されている。チェーン内エクスプレスアイと勇気のヒーロー三条は工業収入39億6000万ルピーを記録した時点で当時のボリウッド映画工業成績第1位となった。2015年時点では 第11位にランクインしている。ボックスオフィスインディアによると、同作は、きっと、うまくいくの工業成績を超えている。最終的な工業収入は42億3000万ルピーとなっている。国内工業収入有料プレミア上映の、工業収入は6750万ルピーを記録し、きっと、うまくいくの保持していた記録を塗り替えた。 公開初日の工業収入は2億9250万ルピーを記録し、タイガー伝説のスパイに次ぐ2番目の工業成績となった。公開2日目に2億6430万ルピー、公開3日目に2億9210万ルピーの工業収入を記録し、累計工業収入は8億7080万ルピーとなり、若さは 向こう水が記録した前週の工業成績を超えた。海外市場も含めた累計工業収入は15億9000万ルピーとなった。公開第1月曜日の工業収入は1億2000万ルピーを超え、火曜日は1億1500万ルピーを記録し、シャールク主演作品の最高工業成績を記録した。水曜日には1億2560万ルピーを記録しており、 木曜日の工業収入は1億9000万ルピーを記録し、公開第1週の累計工業収入は14億6150万ルピーとなり、タイガー伝説のスパイの記録を超えた。公開7日目の海外工業収入を含めた、累計工業収入は25億ルピーを記録し、公開第2週末の工業収入は2億3750万ルピーとなり、 国内純利益は16億8000万ルピー。海外工業収入を含めた、累計工業収入は31億4000万ルピーを記録した。公開第3週末には累計工業収入19億4000万ルピーを記録した。公開第3週の国内累計工業収入は20億750万ルピーとなり、公開第4週末には、きっと、 うまくいくの国内純利益記録を超えている。公開第4週の工業収入は5740万ルピーを記録し、累計工業収入は20億6000万ルピーとなった。公開第6週の工業収入は350万ルピーを記録し、最終的な国内累計工業収入は20億8250万ルピーとなった。海外工業収入イギリスの 有料プレミア上映では、同国の公開初日を上回る工業成績を記録し、公開週末の海外工業収入は710万ドルを記録した。これは、当時のボリウッド映画の歴代公開週末海外、工業収入成績を塗り替えるものだった。パキスタンでも成功を収め、公開週末の工業収入は1840万ルピーを記録した。 同国では8月18日までに4000万ルピーの工業収入を記録し、同国におけるインド映画歴代工業成績を塗り替えた。公開9日目の累計工業収入は1000万ドルを記録し、公開第2週末までに1400万ドルの累計工業収入を記録した。公開第3週末の累計工業収入は1600万ドル。 公開第4週末には1685万ドルを記録した。公開第5週末までに、海外市場の累計工業収入は1725万ドルを記録し、公開第6週末には1740万ドルを記録した。工業記録インドローヒトシェッティボリュートハンガマのダラン、アダルシは4、5の星を与え、ローヒトシェッティの基本はシンプルです。つまり、 観客を楽しませるための力強いヒロイズム、面白い物語、ハイピッチなドラマ、場当たり的で激しいセリフ、足を踏み鳴らすような音楽、重力を感じさせないアクション、魅力的なユーモア、そしてもちろん可能な限り爆破される自動車。チェーン内エクスプレスアイと勇気のヒーロー参上には、このすべてが含まれていますと批評している。フィルムフェアのラチットグプタは 4? 5の星を与え、この映画はユーモラスなセットと色鮮やかなロケ地と曲に飾られた映画である。あなたがドラマティックな要素や物語を多面的に批評するつもりがないのならば映画を楽しむことができるでしょうと批評している。デイリーニュースアナライシスのサリタ・タンワルは3.5、5の星を与え、これはすべてのヒンディー語映画愛好家にとってのご馳走です。映画には あなたが大商業マセラ映画に臨むすべての成分、つまり大スター俳優、ドラマ、アクション、コメディ、歌曲、カーチェイス、大断円が、浪費とシェッティの申し分のないスタイルで描かれています。全体的に、これは、バブルガムブロックバスター映画ですと批評している。ザ・タイムズ・オブ・インディアのミーナ・イ・アールは3.5、5の星を与えている。ニューデリー・テレビジョンのサイバル・チャテルジーは3。 5の星を与え、SRK と D ピカーの心からの熱意と気の聞いた、ジョークがシェッティの目的を果たし、チェーン内エクスプレスアイと勇気のヒーロー参上を完全なマサラ映画にしていると批評している。G ニュースは3、5の星を与え、映画の平凡さとパンチのなさ、予測可能な脚本に目をつぶるなら、その人はチェーン内エクスプレスアイと勇気のヒーロー参上を、 楽しむことができると批評している。インディアトゥデイは3、5の星を与え、インディアテレビのアビシセイクグプタは2.5、5の星を与え、刺激的でも挑戦的でもないと批評している。インディアンエクスプレスのシューブラグプタは2.5、5の星を与え、ディーピカーの外見を称賛したが、演技力については低い評価を与えた。rediff.com のスカニアベルマは2.5、 5の星を与え、チェーン内エクスプレス愛と勇気のヒーロー参上は、いくつかの笑いを誘うが、それ以外の場面では、滑稽なコメディから恐ろしいドラマに路線を変えていると、批評している。デカンクロニクルのカリドモハーメドは2.5、5の星を与え、チェーン内エクスプレスへの乗車は、自己責任でお願いしますと述べている。CNN ニュース18のラジブ・マサンドは2.5、5の星を与え、 映画は、膨れ上がった虚栄のプロジェクトであり、主演俳優たちは、もっとうまく、役を演じることができただろうと批評している。大肉バースカルのマヤンクシェイカルは1、5の星を与え、チケットは購入しましたか。それでは、着席して、苦痛を味わってくださいと述べている。海外ニューヨークタイムズのレイチェル・サルツは、チェンナイエクスプレスアイと勇気のヒーロー参上は、厳選したワインと、 美味しい前菜のある豪華な食事のように感じられるが、メインコースは失敗だったと批評している。エミレーツ24、7のスニーハーメイフランシスは、ディー・ピカーの演技の方が、シャールクよりも優れていると批評している。バラエティ氏のロニー・シャイブは、シャールク・カーンとディー・ピカー・パード・コーンは、このロマンス、コメディ、アクションには不釣り合いだったと批評している。 スペシャルブロードキャスティングサービスのサイモンホスターは25の星を与えている。2013年7月24日、UTV ソフトウェアコミュニケーションズから、シャールクとディピカーをフィーチャーしたアンドロイド向けのプラットフォームゲーム、チャナイエクスプレス、エスケープフロムラメシュワームが発売された。ありがとうございます。